はい、皆様こんにちは。リヒトトンケルハイトでございます。仮面ライダーメモリーオブヒーローズ初見実況プレイ続けていきたいと思います。はい、裏であれをくそ防御力の方を陥没していて先に進めねえ。誰がこんなことを。アクセラレーターをなーい、やっておきました。陥没の向こうへ行くのに何かいい手はねえか。お役に立てるかわかりませんが、先ほどそのジョーカーメモリに似た反応がありましたよ。もっと早く言ってくれ。な、本当か。それを早く言えよ。ごめん、同じこと言っちゃったね。電電センサーで調べてみるか。反応なかったんかい。電電センサーで何かわかるかもしれません。どこ、ここら辺。いや、まっすぐで、あ、上か。こんなところに何のメモリかな。陥没の向こううんぬんだから飛べる系だからサイクロンか。何サイクロンだよな。やっぱサイクロンだよな。よし、これはサイクロンメモリ。こいつがあれば仮面ライダーダブルになれる。なんか妙にでかくない。仮面ライダーダブル、フートを救ったという、あの、気づいてなかったの。なんだ、知ってたのか。なんでそんなこと。すみません、なぜ知っているのか思い出せません。なぜこいつがダブルのことを知ってやがるんだ。なんでかな。これでよしと。さあ、頼んだぜ。あ、あとは返信を解いて反応を待つだけ。フィリップに届けてんのか。そりゃそうだよな、届けない。あと3本落とし、え、返信。3本落としたのはショウちゃんが持ってた分ってことか。あれ、なんでフィリップまで落としてんだ。どうしてエクストリームになったわけでもないのに。ようやくだぜ。まあ、あれかな。いや、翔太郎、仕様の都合上かな。そうで何よりだよ。よう、フィリップ、俺もお前のところに届け物が届いて何よりだ。翔太郎さん、その声はもしかして。ああ、紹介するよ。こいつが相棒のフィリップ。よろしく頼むよ。君はアイって言うんだね。はい、アイと申します。このセクターシティのナビゲート AI です。ナビゲート AI、 なるほど、それで愛なんだね。安直。おいおい、ダジャレかよ。翔太郎さん、敵の反応は。おっと、そうだった。フィリップ、詳しい話は後にするぜ。やれやれ、相変わらず大騒ぎだね。はいはい。ああ、おー、空中ステップ。へえ。あ、ライダーごとにヒットポイントが違うの？あー、マックスになったね。スペシャルモーションってなーに？方向キー左でスペシャルモーション。さあ、お前の罪を数えろ。いや、増えへんのかい。そっちの？ライダーチェンジでしょ？あ、ジョーカーにもなれると。あー。あ、ちょっと待って、アクセラレーター装備してると。じゃあ、なんかボスっぽいから攻撃力と防御力上げとこうか。どのくらい上がる？あ、結構上がるけど、まあ防御力も一緒に上がる方にしとこうか。うん。よし。空中ステップだね。おー。これ何？ああ、アイテムか。え、攻撃して破壊するとだけど、今君は回復マックスだし別にいいんじゃない。まあ、一応取るだけで 50% か。全開じゃないんだね。あのマーク、やはり財団 X か。あの敵を倒せばセキュリティレベルが下がりそうです。めっちゃ後ろ燃えてるのが気になるんですけど。
財団 X ね、ダブルとオーズでちょこちょこ聞く名前だけど、結局何なのかよく分からなかったという気が。近いな。強敵になるほどアーマーゲージが大きく削るのが難しい。回避を駆使してカウンターを決めたり、大技を出した時の隙を狙って攻めよう。はーい。普通に殴ってるだけじゃきついってか。よかった、空中回避できてよかった。今もう片方のブレイクできてんだけど、にゃーん、頑張れ。よいしょ、当たってねえし。 OK、 ブレイク。これやってからあれ回復使った方がよかったのか。ってだけど、やーん。でもこれだけやっても SSS ならない。あれ SSS ってもしかしてない？ちょっとダメージが、あ、でも SSS までなったか、多分 SSS 行く。ある程度硬い敵じゃないときついね。今回も大事件のようだね。まずは君が知っている情報を全て教えてもらおうか。はい。ああ、話さなきゃならないことが山ほどある。いっぱいあったね。なるほど。謎の怪物。ん？コアエナジー。事故に巻き込まれたアイダ博士。いや、最初ダブルになってたから、そこ怪物までは見てたの。そして姿を消したゼウス博士か。実に興味深い。お前から見て何か分かったことはあるか？状況から考えて、財団 X が関係しているかもしれないね。このアイという AI のことも、僕たちは知らなすぎる。ショタロ、君は愛のことをどれだけ知ってるんだい？信用していい存在なのか？そりゃお前、探偵の勘が愛を信じろって言ってるんだよ。探偵の勘ね。まあいつものことだな。おい愛、なんか言ってやってもいいんだぜ。私はただのナビゲート AI ですから。若干傷ついとるやないかい。炎だ。先はどうなってるんだ？炎は全く燃え尽きる気配がない。ただの火事ではなさそうだよ。ほえ。火事も気になりますが、先ほどの敵の撃破でビジターセンターの入り口が解放されました。そうか、アイダ博士の足取りが知りたい。すぐに行こう。これ放置なんだ。あー、じゃあそこであれの回復使えってことだったのか。もうあるから使ったじゃないか。そういうとこだよな。あれ、こんなとこに残り物があったわ。え、これ下通ってもいいの？いや、こっか。すいません、すいません、すいませんでした。でもこれなんか上のやつ戻ってきてるから、よいしょ、ダッシュしたことなかった。回復が欲しいです。回復が嘘でしょ。嘘でしょ。R2 の回復っていうのはマジで難しいでございます。運搬に行くぜ。回復痛いです。あ、SSS 出た。理由はよくわかんないけど、理由はよくわかんないけど、わーい、SSS 出たー。回復がしたいでしゅ。回復したいよー。これさー、これ向こうに戻ったらさ、回復復活してるとかない？ないわ。しゃあねーな。セキュリティロックが解除されました。回復欲しいよー。あ、いちいちコンプリートとか出るんだー。はい、5時よー。なんかいっぱい落ちてるよー。端っこ。え、これ普通に、あ、捕まるが必要なのね。よいしょよいしょ。おけつアップされてもなー、回復ないかなー。あー、エレベーターに自動で入っちゃうやつー。
ファイヤーを。パイプ椅子これ、別に。あ、回復あったー、回復あったー、よかったー。ここからビジターセンターになります。どうだフィリップ、万事順調じゃねえか。とにかく先を急ごうぜ。絶対なんかやばいこと起きるフラグちゃん、翔ちゃんがそういうこと言うとね、もうあのなんかこんなことが起きるんだよ。えなんか止まった、回復。あ、私ちゃんと丸押した、なんか自動で回復しに行ったの。あ、今よいしょ、ちょっとセーブしとくか。間違えました、セーブこっちでした。セイブ、セイブ。まあ、オートでしてくれるからね、あれなんだけどね。OK。特になんもなさげかな？これはダイヤル式ロックですね。なんですと？案外近くに手がかりがあるかもしれない。探してみるか。はい。はい。電電センサーで適当すぎるだろ。わかるかもしれません。こんなんでいいのか、パスワード。電電センサーを使ってみましょう。あ、うん、あ、いっけ。おい、何か出るかな。アライブ。おい、おいおいおい、もしかしてこれがキーワードか。ずさんすぎる。もうちょっとちゃんとやれ。せめてなんかちょっと謎解きにさせろ。え、アライブね。あー、そっちに行く。キー、ふーだからダブルだ。これこっちでしょ。あー、これ右と左が。よし、で進めるぜ。このアライブって覚えとかなきゃいけない。もしかして実はなんかのフラグ点が伏線でした。うん、めっちゃ待って、あっち。どんどん行くぜ。もう、あー、ボールがないんだよ、このフラグ。どうしても L1 でボールに下がるんだけど、私入るもんなら止めてみな。なんかサイクロン状態になってから SS 出るじゃん。手数が多いからかな。よし、そういう考えたら、まあ、いいか。え、ちょっと、アクセラレーターを入れ替えてもいいかなと思ったんだけど。RP とかなんだかいっぱいもらえるようにね。よいしょ。なんだか割と綺麗になってきた。うそ？あ、ちょっと待って。向こうの人。この人？ちょっとなんか、あれがあるか。ガードが硬い。あ、近すぎて、近すぎて。近すぎてきついよね。ここは。お、演出入らないパターン、狭すぎてかな。ジョーカーエクストリーム、倒したい。これやられるもんなら止めてみな。ナイス。オッケイ、オッケイ、いいね。次、え、狭い、そんな狭いところで戦わせないでほしいなって思うけどね。あ、あ、こっちか。ちょ、反応が悪い。またさっきと同じ仕掛けか。同じやつじゃない。キーワードの手がかりを探しましょう。どこに、あ、そこにあるのか。え、もうずっと空中ストーブ。ドアがロックされています。解除する方法を探しましょう。こっちもロック、向こうに空中ステップのあれがずっとひなが出てるのがずっと気になるけど。ドアがロックされています。解除する方法を探しましょう。え、ロックばっかりじゃーん。電電センサーで何かわかるかもしれません。ほう、中入らなきゃいけないですか。中いるけど、いるよね。そうじゃ、やっぱりと。あれだ。どんどん行くぜ。いいね。
か連発できるかな。連発って当たり方がいい。これが結構多段ヒットするから、そのおかげで SSS 稼げてる気がする。どうだ、それはいいね。電電センサーを、電電センサーを使ってみましょう。あ、もうここから起動できるの。じゃあここで逆向いてるね、ごめんね。あ、そっち向いてくれたんだ、ありがとう。ほわ、よしよしよし、ほい。あ、こっちだ。すまんな、助けたぜ。そんなんでいいんですか。なんか落ちてないかな、落ちてないね。よし、めっちゃコピー機とかあって、すごい事務所感がすごい。電源センサーで何かわかるかもしれません。こっちもか。あ、セキュリティロックが解除されました。え、あー動きづらいんですが。ずれた、ごめん。止められるもんなら止めてみな。いいね。ごめん、ずれました。どうした？あ、まだいた。オッケー。いいね。こんなとこで。マジこんなとこで戦うべきではない。よし、やるならスメインアクションだろみたいな感じだけど、この辺か。電電センサーを使ってみましょう。こっち？あ？どこか。はいはい、一個ここの机かな。 OK。 何これ。これはあ、カードキー。管理が本当に適当だね。この辺もなんか。こっち？ん？今反応あったな。これ？あ？なんだこれ？取れない。あー、ごめん、位置が最悪だった。位置が最悪すぎてきた。あー、アクセラレーターね。できんじゃん。開発完了。いや、いいんじゃない、とりあえずこれでしばらくは。なんか RP あんまり関係ないというか気にせず やれてるし。んで次は、あー、こっちね。あーん、拾っちゃう。ついあるものを拾っちゃう。まあ、ワンチャンあのコインは嘘つかないみたいに、結構これも嘘ついてないから、これの通りに行っても大丈夫な気がする。おいや、電電センサーで何かわかるかもしれません。お、会議室みたいな。白い、こっち、いるな。こいつだ、こいつが先だ。あと3つ。止められるもんなら止めてみな。止められるもんなら止めてみな。おら、おらららららら、おら、しょい。あー、こんなところでライダーアクションするもんではない。どうだ、え、どうだということで、この辺電ちゃん、どこだ。電電センサーを使ってみましょう。ん？お？ん？来た。左。そっちかーい。通り過ぎとりやないかーい。なんだこれ。なんでこのとこにプロジェクターかこれ。いや、なんで？プログラムだ。待ってください。このワードは。ひょっとしたらキーワードかもしれません。この上のやつだよね。なるほど、試してみる価値があるな。ディガール？なにこれ。さっきのアライブは分かったけど、これは何？覚えたかなきゃいけないの。よいしょ。 DDDDDIGAL
おい、よっしゃ、リンゴだぜ。なんであのプロジェクターにドーンって書いてあるんだ。先を急ぎましょう。なんか赤い、赤いということは何かやばい、やばい、やばい、やばい。なんか赤いということはボス戦来そうな雰囲気がしてるな。よし、じゃあキリがいいので今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。